新型コロナウイルスの感染者との接触の可能性を知らせるアプリで複数の不具合が発生していることが分かりました先週リリースされた接触確認アプリは新型コロナウイルスへの感染が判明した人が発行された処理番号を入力すると接触した可能性があった人のスマートフォンに通知される仕組みです しかし厚生労働省によりますと誤った処理番号を入力した場合でも完了しましたという表示が出る場合があり処理番号の発行を見合わせているということですまたアプリ内で表示される利用の開始日がアプリを開いた日に更新されてしまう不具合もあり厚労省が修正を急いでいます アプリは今日午前9時時点でおよそ371万件ダウンロードされています。